マスコさん行くよ。超うまい。いやー、今ですね、旭川のキャンプ場にいるんですけど、見ての通り土砂降りです。これやばい、もう洪水なんじゃないかってぐらい、もうひどいです。やばいから本当に。でね、さっきね、管理人の人に、ね、言って、この下でやったらって提案されたんで、ここでね、やっていこうかなと思います。ここ設備すごい、無料なのにね、こんなに豪華なんて今までないです。こんな感じ。もうなんならここでやってもいいんじゃないかぐらいだよね。素晴らしいよ。で、とりあえず今日はね、急遽タープ立ててそこら辺でやろうかなと思ったんですけど、これはね、もう屋根の方がいいだろうということで、ここでちょっと設定します。めちゃめちゃです。今日はね、2人じゃなくて4人で、ショートラメンバー4人でね、初めて登場する人もいるんでね。お、濡れてるカメラが。で、今日めっちゃ今寒いんでね、冬です、もう北海道は。なんで鍋を4人でやろうかなと思うんで、楽しみです、最高に。じゃあやっていきます。先生トートラ、キャスクです。キャプテンです。4人です。久保です。はーい。いや、あれやんだわ。何やんだ。最高。てかこれやばくない？今日これでね、ちょっと野外飯最強バージョンやっちゃおうかなと思って、カッコ鍋でやってみましょうか。ましょう。イエーイ。ちなみに今日ここのキャンプ場貸し切り状態だから。一人もいない。めっちゃでけえな、この鍋。思ってたよりも絶対ないね。はい、どうぞ。いや、てかこれやばくない？めっちゃいいっすね。めっちゃいいよね。あの、今まで前回、いつの動画だ、もう結構前の動画になると思うんだけど、アイアングリル買って30万円分買いましたっていう、まあこれ。この時に紹介したキッチンのアイアンテーブルなんだけど、スノーピークのね。結構さ、あれ何キロくらいあるんだろうね、全部合わせたら。めっちゃ多いっすよ。そう、フレームがサイドにポンポンってあって、そこから板でこいつみたいな、まあ感じで組み立てるんだけど、それ一個一個がもう重いのよ。重いっすね。一回それ片付けの動画出してますよ。出してる。あれめっちゃ重たかった。二人やん、本当にやってる。でも、これね、足だけ売ってるのさ。足をパン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 って4本入れたらこれになるから、これでめっちゃいい。もうこれでいいんすよ。うん。で、この足の長さもね、あの、長いやつ買えばこのぐらいまであるから、こんぐらいかな。立ってるよりもできますもんね。それで。そう。完璧です。超いい。これね、エビ。エビ、いいね。海鮮チゲ鍋です、今日は。最高です。最強。はい、乾杯。乾杯。安いです。初出演。初出演。初出演。ありがとう、出演。あ、うまっ。うわぁ。キンキン。キンキンに冷えてる。おぉ。あ、もういいよ。いいよ。いや、本当ね。旅してたらいいよ。毎日が増えるから。ブク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 。太っていい。俺は痩せたけど。8キロぐらい痩せたけど。これ食べる専門。食べる専門。食べる専門。動かなかったからね。やってよかった。編集終わりにうまい飯食って以上。最高。トートラ。いや、だけ後ろから、そっちまで熱来ない。全然来ないです。こっちの方で。こっちの方で。あ、なるほどね。最後のね、締めのうどんとか最高じゃないかな。本当に中で食うのがいいっすね。醍醐味ですよね。はい、でもこれ結構ギリな。これ以上寒かったらちょっと寒いね。あ、そうです。身の危険を感じます。ぶち込みましょう。まずね、これ多分ニラとか入れたら大変なことになるから。そうっす。いなくなる。いなくなる。創作願い出さないといけない。面白くないよ。すごい。贅沢。贅沢だ。そろそろキャプテンソロキャンするから行ってきます。ここら辺で話しとくか。日本縦断終わって今もう間もなく、まあ、1ヶ月経たないぐらいかな。もう1回やろうかなと思って、このセースパンでね。あ、こっちだ。よっよっ。おっ、ちょっと時期はねまだ未定なんですけど、とりあえずやるんで。で、その時にキャプテンもね、また行けたらよかったんですけど、キャプテンね、こう見えてまあまあ仕事忙しくて、
そうコミコミそう。また新しい事業とかいろいろ主軸になって動いてもらおうかなと思ってるんで、行けないわけよ。でも結構ね、出張とかで飛び回ってるんで、名古屋とか行くよね。そうっすね、九州とか九州あたり、その時にはね、現地で集合して、僕も多分その時にはね、タイミング合わせてうまくね、名古屋行ったり九州行ったりして、そこで落ち合ってキャンプしたりとか、いろいろ企画を打っていこうかなと思ってるんで、今まで通りのスパンとはいかないけど、1ヶ月に何回かは、2週間に1回ぐらいは出るから。でそれとは別に札幌で一人でソロキャンやりたいらしいんで、キャンプにハマってるらしいんでね、もうドハマに。ちょっとやっちゃいますよ、ね、テレビ電話とかでさ、中継つないでさ、そうですね、なんかやりたい、ね、任せてください。めちゃめちゃうまいメスティン使った料理作るで、おーハードル上げますね。はい。もうハードル上げときます。ちなみに料理はしたことがないマジで初心者。もう旅は全部お任せだったんだけど、何もすることない。今ね、キャプテンとね、一緒に実は住んでんだけどね。住んでるんだけど、その時ね、夜な夜なメスティンのね、本を読みながらね、あ、これうまそうだな、いいなとか、なんか一人でブツブツ言ってます。そうなんですよ。あの本、やばいっすね。あれやばい。なんでも作りたくない。オープン。やばい。やばい、これは。いける？いけるね。俺はもう行きますね。うまそう。カニが存在感がすごい。カニ一回取るか。美味しそう。よし、じゃあ食べよう。いただきます。いただきます。いただきます。見てみて。うん。あっとまるいや、これがやばい。うん、うまっ。どうですか、主任さん。うまいです。いい笑顔ですね。うまいです。いいよ。普通にいいですね。うん、味がすごくいきます。うん、味が響いてうまいっす。おいいコメントいただきました。ありがとうに最強に読め。あ、これ海鮮だし、いいっすね。ね、めっちゃいい。めっちゃ合う。いいね、ちょっとピリ辛。視聴者さんからもらったワインを開けさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。おー、あー、いいね。いやー、マジでうまそう。あ、わかんない。改めて乾杯。乾杯。ああ、飲みやすいね。めっちゃ飲みやすい。すごい。ワイン苦手な人でも飲むと、うん、うまいね。うまい。ありがとうございます。ありがとうございます。嵐になってきたな。嵐。これやばいね。風出てきたね。すごい。やばくね。オープン。うわ、やばい。これはやばい。え、やばくない。これやばくない。いくよ。うん。あ、超うまい。ああ。はい。ありがとうございます。うま。うまいね。やばいっすね。やばいっすね。すね、ホックホクで。うん。しゃあ。いきます。リトのウインナー。いいね。赤っ。お、うまっ。うまいべ。雰囲気出るよ。出るね。めっちゃいいよ。うまっ。焼ける時のさ、温かさが最高です。めっちゃ温かい。熱いやばくない？熱いやばくない？
ミとかもやべ。あやべ。今日も最高のキャンプができた気がします。ちょっとね、台風並みに風が強いんで、まあ、先ほども言った通りね、まあ、手ぐったから大丈夫か、大丈夫かっきり、もう日本縦断でね、台風編を、ね、経験してるんで、僕たちは強いです強いですよ、強いもうね、どうやったらテントぶっ壊れるか分かってるんで、もうテントね、2、3個壊してるんでね、風によりそう風と狐か、まあ、そんな感じで、のんびりやっていきます。ちょっとね、このそう、風が強い時は、ね、焚き火だけマジで気をつけないといけないんで、これ以上もう本当にヤバくなったらもう一瞬で消します。そんな感じでいろいろとね、気をつけることはたくさんあるんで、キャンプはね、めちゃくちゃ楽しいけど、一歩間違えたら本当に大惨事になりうる遊びでもあるんで、安全に楽しくいきましょうか。やっていきましょう。よし、じゃあお疲れ。お疲れ。バイバイ。バイバイ。ぜひね、動画がいいねと思ってくれたらグッドボタンとチャンネル登録まだしてない人はぜひお願いします。それがね、僕たちの心の支えになります。本当にコメント真似してくれたら超嬉しいんで、絶対全部返します。じゃあ、そういうことでおやすみ。